えー、543番に行きまして、Do you have anything? さあ、これはですね、あのジョン・デノンさんのですね、Imagine という歌ですね。何とかなんで、The world to die for.Imagine there's なんとかがない、to die for.、No、country. ああ、そうですね、There is no country でしたっけ、えー、耳で覚えてるからね、There is no country? でしたっけまあちょっとこの辺曖昧ですけどこの辺ねまあ国がないってことですねどういう国って言ったら「トゥーダイフ,フです。その国のために死ぬべき国がないってことで国のために戦争をやって国のために死んでいくなんてそんなバカバカしいことをやるんだ戦争はっていう歌でしょ「イマジン」はね There is、no、country to die for is no 命を懸けるべき自分がそのために死ぬような国がないというふうに想像してごらん国のために死ぬなんてばばかしいよっていう話ですねこの「to die for」それのために死ぬっていうやつをですね、えー、知ってればいいわけですねはいそうすると上はちょっともたもたした英語ですけども、まあ、入試でだからしょうがない出ますねえっ、ー、と「do you?」 エニーシングですからこれはあの先行詞がエニーついてますから、まあ、関係詞はザットがいいですね。ザットこれは答えですね。You die for。はい、えー、目的格ですけども目的格いいねこれ for。これのね前置詞の目的語になると。 ということで目的確ですね。Do you have anything that you die for? それのためにあなたが死ぬようなものを何か持ってますかあなたは何かに命をかけてますかあなたは何かに命をかけてますか捨ててもいいですかっていうのはね、英文ですね。はい。でもう一個の方はただ普通に「to die for」ですね。もう一つの方は「to die for」。 で、えー、これでいいんですがこのですね「ザ」という「第4」それとこれね今もう一個の方の答えが「to」「ォーでしたけどさあここで一つね気になってください英語は主語が大事です上は誰が死ぬのはいあなたが死ぬんです下は誰が死ぬの書いてないんですさあ困ったね 文前後関係からこれはあなたに聞いてんだからあなたっていうことで OK なんですがどうしてもね例えば別の人が仕事で主語で出てくるときにはここですよちゃんとね「FORA さん」あ,ーあーごめんごめんこっちがね FORA さん」っていう意味上の主語ちゃんとつけてくださいよ読み取れるようにしてください かけるようにしてください。ね。for a to die for.a がそのために死ぬべきそういうものってことですね。はい。必要があればちゃんと手話をつけてください。はい。じゃあ次行きましょう。544番いきまして、ね。544と。explain it a little further. なんとか You can make them understand it. これはね、あのもうパターン慣れてくださいね。命令文の後の and です。あるいは Or。ね。 はい、えっ、ー、と命令文がありましてふにゃっとありましてそのあとの「&」あるいは「終わってやつですねこれが出てくるわけですねで、えー、もっと「Further」っいうのは詳しくですねもう、まあ、深くって考えてもいいですけどもっと深く詳しく、えー、それを説明しなさいでその後、いい話が来てるのか悪い話が来てるか「&」の時にはいい話でしょ 後ろにいい話が来るときにはそうすればねこんないいことがあるよ、Or。これは悪い話ですね。これだとさもないとこんななっちゃうぞってことですね。はいで見るとですね You can make them understand them it. 彼らにそれを理解させることができるまあできるんだからいい話だねとりあえずってことで、and、が答えですね。こ,こが and です。 えー、もっと詳しく説明しなさいそうすればあなたは彼らにそれを理解させることができますっていうことですねはいで、えー、同じやつなんですが同じ内容なんですがこれね本当に入試の英語ってね細かいですねカンマの後と見てください上はという接続詞がありますね接続詞がありますということは後ろが仕事同士来て前にも えー、主語動詞があるってことであの上の「&」は左側に見ると動詞命令,命令文で動詞が来てるってことですけど今度はカンマがあるだけで接続詞がないんですね。ということは左側左側に新しい主語動詞は入れられないんだよ、ね、だから節「節節っていうものを作れないんです。っっていうのはここれんん皆さん大丈夫ですかあらなんだこっち,ちょっと 説というのはですねこの塊というのはこれ SV ですよ、うん、こう書いたほうが説というのは主語動詞っていう塊でしょうまあ主語はね命令文の時には主語は出てきませんけどまあとりあえず主語動詞が出てくるわけですねところがこ,このねカンマの次に接続詞がないということは左側に主語動詞の塊説が来られないじゃあ何くでしょう ってここととは動詞を入れないってことですねそうすると何々このもっと詳しい説明をもってしてっていうことですね。なんでここは w ィズ s なんです。まあ「using」って言ってもいいですよ。「using」もっと詳しい説明を使ってとかですね。「giving」与えてでもいいですね。そうすると分子構文になってきますけどね。で、えー、そういうややこしいことを抜きにするんだったら「w i ズですね。一応この問題は 入試問題見ると With になってますけどねまあギビングでもいいと思いますけどねはいで With a little further はいで今度はこの括弧は名詞が来るってこと分かってくださいねなんではいあという漢詞がありますから名詞が来るってことですねはいってことで Explain の名詞形で Explanation が正解ですねはいえー、と With があって で、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 はい、エクスパナレーションですね。もっと詳しい説明を持ってすればっていうことですね。ね、ウィズとエクスパナレーションの答えですね。もっと詳しい説明を持ってすれば、あなたは彼らにそれを。えー、理解させることができるということです。はい。まあ、よく。考えられた問題だと思いますけどね。長文読むときに活かしてくださいね。はい、次行きましょう。 えっと、if she had not practiced hard, she would have lost her race、uh,、the race。えっと、彼女がですね、はいこれは had pp、p, would have pp でね、過去法過去完了ですね。あの時に、えー、何々だったらい、あの時こうだっただろうなっていうことですね。え、は、っ、い、ともし彼女がですね、一生懸命勉えっ、ー、と練習しなかったらですね、しなかったら彼女は何々してただろうか。 試合に負けてたらレースですね、うんまあ、マラソンかなんかですか長距離レースとかに負けていただろうということですね。いうことですね。はいそうすると仮定法があの出てきてるんですけどここねっ、えー、と一言言えるんでしょ何々しなかったらっていうニュアンスにするんですね。そうすると彼女は 一生懸命勉強したでさもなければってうんですねで。一生懸命練習したさもなければっていうことです。でこれよく長文でねこうまあこれ答えですよ。長文でこうねなかやってくるのはアゾワイスってね何気なく出てくるんですけどさもなければっていうに。 訳しててその内容を分かっなないとダメなんですね「さもなければ」っていうのは「どうでなければ」っていうことをねちゃんと前の方をよく読んで何でなければかっていうのをちゃんと詳しくね説明できるようにしてください実際これね「アザワイズを詳しく書け」っていう問題記述で出ますからちゃんとね普段から練習しておいてくださいねはいじゃあ次行きまして番ですね。よし。 ねえー、とフォードはあまりにも、えー、とても突然ですねあまりにも突然死んでしまったそして I felt very sad. 私はとても悲しかった、まあ、悲しく感じたっていうことですねはいで、えー、これの書き換えですけど2があったら皆さんあれまたやったなんかあこれわかんない原因追求します212 感情名詞ってやつですね悲しいとか寂しいとか嬉しいとかね出た時には書き換えとして「to ones 感情名詞っていうのあるでしょよっねはいまず答えから言うとですねこれ「悲しい」の名詞形ですからえー、っとですね「to マイ」。 これ答えサードまあこれが一番いい答えなのかもしれないけどあまりですね実用的じゃないですねサッドネスは一応機械的に答えるとしたら、えー、サッドの名詞形ということで感情名詞っていうことでサッドネスでいいんですけどこっちの方がよく言うんだよね実はね。 こういうい場面でね悲しかったことにはとても悲しかったことにはっていう時にですね「To my great sorrow」っていう方が普通なんだね。でえー、っとね「sad」とねこれも比べてもらいたいんですけどねまず「悲しい」っていう形容詞ね「sad ね」ね これいいんですねでこの「ソリー」っていうのは「悲しい」っていうよりも「申し訳ない」とか「残念」っていう意味であまり「悲しい」っていう意味ではこれ形容詞使わないんですがこれが名詞形になるとですね「悲しみ」ってなるんですよ。で逆に「さーっと「悲しい」が名刺形になっても何だろうななんかちょっと機械的な感じがしてですね関連的な感じで。 あまりこの人間的な悲しみにならないですね機械的にはサッドネスだけど人間的にはこのソロの方がおすすめですね多分入試でこっちが答えになっちゃうこと多いんだけどねソロ答え正解にしてくださいよ学校の先生 <laughs> お願いしますよねとっても悲しいとあとグレでトねとっても悲しいっていう時にですねとっても悲しいというよく使いますねグレートソローこれ名詞だから形容詞にね使うんですね はいまあ、えー、ソロとかサッドネスにしておいてください。To my great sadness, sorrow、えー、for the d e a r y so sudden ですね。はいもう一個。今度はここに気をつけてくださいね。次の書き換えはこの部分ね。ちょっとやってみようか。あらあらなぜ あらちょっと赤を出したいんだけどねちょっと待ってねダメ <分 stop. S 1> 赤赤だ,だこれいやこれではいフォーズここねこれがあんだから所有格なんだから皆さん名刺が来なきゃダメでしょなのでえーっとフォードはどうしたのフォード突然死んでんだから フォードの死でしょ。それも突然の死ですから「サドンデス、ね」フォードの突然の死これが名詞でこれ全体で主語になりますよね。フォードの突然の死がどうしたのをメイドミ・ミ私にフィールさせた感じさせたベリー・サッドにっていうことでしょ。ね、なので、えー、この、ね、形容詞系のサドそれから名詞の「デス」は入れられるかと、ね、いう問題です。 ね、最近あの思うんですけどね突然死突然死って言いますがねあれやっぱ原因ありますねお医者さんに聞いてもそうなんですけどねやっぱりなんかその前後で前後じゃねえけど5はないんだからその前でですね何かしらね予兆っていうのですかあとどっかの血管詰まってるとか何かねあるんですよだから皆さんあの詳しいね精密検査やった方がいいですよやっぱり年に1回ぐらいはねはいじゃあ次行きましょうね547番ですね Because we know Uh, Spanish, we are able to manage the Spanish restaurant. はい、えー、ないないなのでってことで私たちがスペイン語を知っているので私たちは、manage この場合は、run っていうう考えてみるんですね。この場合の manage はですね、run っていうふうに考えて経営するってことですね。経営することができる。えー、我々はうんとレス、そのスペインレストランを経営することができると。 ということですねスパ飯あまりスパ飯って言わないですけどねスパ飯もおいしいですよはいでそれがですね今度はもうワンパターンですけどねうーんアワーがついてるからやっぱり名詞が来るってことで知ってるの名詞は知識っていうことで knowledge ですねはい我々の知識ってことですねこれ答えですねで何の知識スペイン語の知識オブスペアニッシュがさあこの書き換えですが ビー b ブルツーを書き換えるっていう問題ね。キャンを書き換える。まあ簡単なやつは、あのほら、ね、あのー、なんだっけ、えっ、ー、と、あ、あドアスでした。あー、じゃあちょっと置い,といてですね。<laughs> ちょっと今すぐ出てこないからね、ごめんなさいね。ビー BABL2 とこれね。で、イ n a b l e だよね。あ、あれか。あのエイブルとケイパブルね。 でケイパブルはオブ・ ing が作るよっていう有名なやつだね。これで書き換えさせるっていうのもね。お<い>えー、これで書き換えさせるっていうのもあるけどね。be able to と、ね。be capable を押ね。ち、ま、ゃ、あ、こういうパターンもあるけど、それよりちょっと難しいやつで、これが動詞ね。これでっ n イネーブは動詞ですけど、この動詞で書き換えさせるっていうパターンですね。今回は。はい。 でどうやるかっていうとイ a ーブルの使い方皆さん知ってますねよしイネーブルこれ動詞ですよ A2 不定詞だねはいね A が何々することを はいなのでここは、えー、と我々のスペイン語の知識それが我々がマネージすることを可能にしてくれてるってことですから「エネイブルズ・アス・トゥ・マネジ」ねっこうなるんですね。まあ S つけと あの主語は単数ですよ我々のフラン、えー、スペイン語の「チーシーキ」っていう数えないイメージですからね単数扱いですから「S」をつけておきまして我々にが、えー、マネージする「トゥーマネージする」ことを可能にしてくれているというちょっと硬い英語ですけどもよく出ます読み取れるようにしてください。はい番ね なんだこんな簡単じゃんって思っちゃないのみんなね。I am, I ran ten more minutes ですよね、えー。私は走りました。もう10分。10 more minutes ですね。もう10 minutes って言わないんですよ。10 more, 3 more, 4 more, 100 more 全部数字の後に more. Okay? で、minutes、えー、もう10分間余計に走ったんですね。そして、I arrived at the station で、駅に着いた。 何気ない文ですけどこれをですねなんとかのここねちょっと微妙なんですけどね皆さんわかりますまず「ミニッツ」は10分間という1分2分3分10分とか名詞ですね。ねでここに所有格の「S」をつけると「10分間の」っていう意味がねついてくるでしょ。 はいで SS が続いて書くっていうのはあんまかっこよくないからここは書かないっていうことで「10minutes」ってここにポンとついてるこれが結構大事なんだよ所有格ねで10分間の走りですでここね「モア入れた人多いんじゃないの「モア1 0 m i n u t e s ってさっきも言ったけど「10moreminutes」ならいいんだけどねほらほらほら「more10minutes」って言わないんだよ何する <laughs> <laughs> これねあのー、アナザーなのねもう一つの10分間の走りほら見て10分10分えー、なんでアナザー1個でしょう1個1個1個なんなんで10分ってこれ複数じゃん違うんだよ10分間の走りっつのは1個なんですでしょだからもう1個の10分間の走りっていうそういう考え方でして「アナザー 10minutes run」ね「アナザー 10minutes run」ですよろしいでしょうか はい、だこれは死語ですね。それが、えー、っと私をど駅に連れて行ったってことですね。運んでくれたっていうことでこれはあのよく出てくる書き換えでブロートですね。ねどこどこに、えー、持っていくっていうやつですね。ブロートですね。Me to the station ねでこれは。 レッドでもいいですよねリードの格好形でねレッドアストゥーレッドミートゥーどこどこに導いたっていうことでレッドでもいいと思いますねブローとかレッドということですはい大丈夫でしょうかねあそれでねこのモアねあらこの現象ねなんだろうこの怪奇現象はどうやればもう,もう一回やっどうやれば違う まあ実験してくださいあとで <laughs> よくわかりませんなはいとねあのー、あと何分って聞くでしょ一できるあと何分って言える これ最初、ね、僕この表現聞いたのはもう随分前ですけど、ね、通訳やってた時に、ね、あるファミリーを、ね、成田から「所、ま、沢、あの小手指」ってところね「あの小手指」って書くやつね。 差しのとここにね、連れれ、ててくっっ仕事があったのよこれ楽ちんっちゃ楽ちんなんだけどさでその家族のねあの、構成がねお母さんとねで、父ちゃん来なかったんだけどガキンチョがいてんの3つぐらいでその子がねもう、タクシーの中でね飽きちゃったのねいつになったら着くのママーってねで「How many more hours?」How many more hours? more many って言うとお母さんが「うるさい黙ってくださいシャラッ! Shut up!」とかでね言ってたのその時分かったのね「How many more hours?」って言うんすですでここがほらここね さっき言ったよう3 more hours もう3時間でしょもう10時間だったら10 more hours でしょだからあと何だけ more hours なのってことでこの何だけってとこ聞きたいから「how many? の」の3なのか10なのかってことで「how many? いくつ?」って聞いてんだよな3歳のガキンチがこんな理屈も何も知らないの耳で覚えて喋っちゃうんだねはいなのでみんなもこういうのもねあんまり理屈もいいですけども耳でねしっかり覚えて「how many more hours? ね」ねはいつうことだ